これら。これら、これら、これらは、これら菌、ビブリオコドレイを病原体とする、傾向感染症の一つ。日本では、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律における三類感染症である、2006年、平成18年12月8日交付の、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する、 法律等の一部を改正する法律により2類感染症から3類感染症に変更。日本ではコレラ菌のうち O1、O139 血清型を原因とするものを行政的にコレラとして扱う。治療しなければ患者は数時間のうちに死亡する場合もある。予防には衛生改善と清潔な水へのアクセスが必要である。傾向コレラワクチンは 投与すると、およそ6ヶ月効果が続き、またその他一部の大腸菌による下痢も予防できる。主な治療法は、蛍光水分補給であり、加糖、カシオの液体により電解質を補充する。補充には米食ベースの選択が好まれる。児童には、亜鉛サプリメントも推奨される。重症例では、静脈油液、乳酸リンゲル液などが求められ、また、抗生物質も効果があり得る。 抗生物質の感受性試験は治療選択の支援となり得る。全世界の患者数は毎年3から500万人であり、年間28,813万人の死者を出している。パンデミックには分類されておらず、先進国では稀な病気である。最も影響を受けるのは児童である。これらはアウトブレイクを起こす病気でもあるが、特定の地域では一般的な病気であり、 現在もリスクがある地域はアフリカ、東南アジアである。死亡リスクは大抵5%以下であるが、医療アクセスに乏しい地域では50%ほどに高まる。歴史的な記録は、紀元前5世紀のサンスクリットにまで確認される。コレラ毒素を産生する、コレラ菌によって発症する。コレラ菌の FF などで、O1 型の大部分と O139 型のごく一部。 その他、これら毒素遺伝子を持つものがこれに相当する。これら菌は、コンマ状の形態の肝菌で、弁毛により活発に運動する。従来、アジア型、古典型とエルトール型が知られていたが、1992年に新たな菌である O139 が発見された。強い感染力があり、特にアジア型は高い死亡率を示し、 ペストに匹敵する危険な感染症であるが、ペストと異なり、自然界では人を除いて感染しない。流行時以外に、これら菌がどこで生存しているかについては、諸説あり、海水中、人体に不健性感染の形で存在する、あるいは甲殻類への規制が考えられる。最も重要な感染源は、患者の糞便や土砂物に汚染された水や食物である。消化管内に入った。 コレラ菌は胃の中で多くが胃液のため死滅するが少数は小腸に到達し、ここで爆発的に増殖してコレラ毒素を産生する。コレラ菌自体は小腸の上皮部分に定着するだけで細胞内には全く侵入しない。しかしコレラ毒素は上皮細胞を犯し、その作用で細胞内の水と電解質が大量に流出し、いわゆる 米の研ぎ汁様の猛烈な下痢と嘔吐を起こす。潜伏期間は5日以内。普通は2から3日だが、早ければ数時間である。症状が非常に軽く、1日数回の下痢で数日で回復する場合もあるが、通常、突然腹がゴロゴロなり、水のような下痢が1日20から30回も起こる。下痢瓶には塩分が混じる。また、米の研ぎ汁のような白い瓶を排泄することもある。 腹痛、発熱はなく、むしろ低体温となり、三十四度台にも下がる。急速に脱水症状が進み、血行障害、血圧低下、貧脈、筋肉の痙攣、虚脱を起こし、死亡する。極度の脱水によって皮膚は乾燥、シワがより、洗濯布の手、指先のシワ、これら顔形と呼ばれる、特有の老人様の顔になる。 治療を行わなかった場合の死亡率は、アジア型では75から80%に及ぶが、エルトール型では10%以下である。一切除がある場合は遺産による殺菌効果がないため菌が症状に達しやすく危険である。現在は適切な対処を行えば、死亡率は1から2%である。これらにおいて、直接の死亡原因になるのは、 大量の下痢と嘔吐による水と電解質の損失によって起きる脱水症状である。このため、失われた水と電解質を補給することで、これらによる死亡は極めて効果的に抑制できる。これらに対し、蛍光保液、オーラル、リーハイドレーションと呼ばれる方法によって治療する国も、ある。蛍光保液とは、蛍光保水時を、オース、オーラルリーハイドレーションソリューションと呼ばれる。 電解質液、水1リットルに対して、ブドウ糖 20g、塩化ナトリウム 3.5g、炭酸水素ナトリウム 2.5g、塩化カリウム 1.5g の割合で溶解したものを与え、下痢などで体外に排泄した水分を補給するために飲ませるものである。古い時代では、現在のような蛍光保液が確立されておらず、もっぱら食塩を溶かした塩水を飲用させることで、これに変えた。 乱放医学に基づいた西洋医学書に記されていた塩水飲用法を用いて治療を行ったことで死亡率を著しく低下させることに成功した事例も残っている海水を薄めて与えるなど明治時代の日本ではラムネが症状の緩和に用いられていた。しかし現在ではオース治療は先進国では全く行われない。 これら罹患時には脱水のみならず、消化管を休めることが大切なので、先進国医療では、絶食、水分経口摂取菌が基本である。米国ではこれらに対し、オースで治療し患者を死亡させた医師が敗訴している。患者が意識を失う重症例では、点滴による輸液で水分と電解質の補給を行う。重症これらは、無治療では、 死亡率が80%という疫学調査もある。これらの保育や有益による治療は、コレラ菌そのものの排除には直接つながらず、患者からは大量のコレラ菌が排出され続けるが、時間の経過によって患者がコレラ菌に対する免疫を獲得すると、症状も感慨し、コレラ菌毒素の排出も収まる。抗生物質による治療は、脱水症状の改善とは無関係である。 ビブリオコロレイの菌体数を減らし、毒素酸性を減らす。点滴治療と組み合わせて使う。テトラサイクリン系抗生物質や、クロラムフェニコールなどがこの目的で利用される。テトラサイクリン系抗生物質及び、クロラムフェニコールに対する、ビブリオコロレイの耐性株は、分子生物学的にはまだ一株も確認されていない。蛍光感染であるため、飲食に気をつける。 最大の感染源は患者の排泄物だが通常の接触では人から人への感染の危険性は低い。不衛生な食材や調理環境で危険性が高く、流行地域ではアイスクリームや生物、サラダや果物、十分加熱しない、魚介類など、生水や氷、凍った生水は避け、また体調維持に努める。ワクチンは 現在に種類が存在する。これらが発生している、または発生する地域への渡航には、経口ワクチン接種は懸命である。経口ワクチンは、国内未承認であるが、個人輸入に対応している医療機関で申し込むことにより接種可能である。また、現地の薬局で販売されていることもある。日本では、東京大学医科学研究所の研究チームが米に、 遺伝子組み換え技術を用いて、これら毒素 B 差を発現させた、これらワクチン米を開発しており、常温保存可能な傾向ワクチンとして、臨床応用が期待されている。また、国内では、ガンマ線消者による照射者ワクチンの研究も行われている。熱や薬品による、不活化と違い運動性を確保できる点が特徴で、腸管粘膜での抗体酸性を促す力が強いという。 これらの感染力は非常に強く、これまでに7回の世界的流行、コレラパンデミックが発生し、2006年現在も第7期流行が継続している。2009年1月29日現在、ジンバブエで流行中のこれらの死者が3000人に達し、なお増え続けている。アジア型は古い時代から存在していたにもかかわらず、不思議なことに世界的な流行、 パンデミックを示したのは19世紀に入ってからである。これらの原発地はインドのガンジス川下流のベンガルからバングラデシュにかけての地方と考えられる。最も古いこれらの記録は紀元前300年頃のものである。その後は7世紀の中国、17世紀のジャワにこれらと思われる悪役の記録があるが世界的大流行は1817年に始まる。 この年カルカッタに起こった流行はアジア全域からアフリカに達し1823年まで続いた。その一部は日本にも及んでいる。1826年から1837年までの大流行はアジアアフリカのみならずヨーロッパと南北アメリカにも広がり全世界的規模となった。以降、 1840年から1860年、1863年から1879年、1881年から1896年、1899年から1923年と、計6回にわたるアジア型の大流行があった。しかし1884年には、ドイツの細菌学者、ロベルト・コッホによって、コレラ菌が発見され、医学の発展、 貿易体制の強化などとともに、アジア型コレラの世界的流行は起こらなくなった。だが、アジア南部ではコレラが常在し、なお流行が繰り返され、中国では1909年、1919年、1932年と大流行があり、また、インドでは1950年代まで持ち越し、いずれも万人単位の死者を出すほどであった。一方、 エルトール型コレラは1906年に市内半島のエルトールで発見された。この流行は1961年から始まり、インドネシアを発端に発展途上国を中心に世界的な広がりを見せており、1991年にはペルーで大流行が発生したほか、先進諸国でも散発的な発生が見られる。1992年に発見された1 3 9金は、 インドとバングラデシュで流行しているが、世界規模の拡大は阻止されている。ハイチでは、ハイチ地震2010年以降、突然、コレラが流行して1万人以上が死亡した。2016年12月1日、国連は地震後に支援に当たっていた、ネパールの平和維持活動部隊がコレラを持ち込んだことを認め謝罪する声明を出している。ハイチのコレラ流行。 2017年、モザンビークでは3年連続でこれらの流行が深刻化なものとなった。2017年1月から3月の間2222 22人が感染、2人が死亡している。2017年、イエメンでは政権側とイスラム教師やハブ総組織の風刺による内乱が長期化し、国内の衛生状態が極端に悪化。 国際連合児童基金への報告によれば、これらの流行が深刻化し、同年5月前後の1ヶ月間に約7万件の感染、うち600人近くが死亡している。日本で初めてこれらが発生したのは、最初の世界的大流行が日本に及んだ1822年、文政5年のことである。感染ルートは、 朝鮮半島あるいは琉球からと考えられているが、その経路は明らかでない。九州から始まって、東海道に及んだものの、箱根を越えて、江戸に達することはなかった。二回目の世界的流行時には、波及を免れたが、三回目は再び、日本に達し、1858年、安政五年から三年にわたり大流行となった。1858年、 安政五年における流行では、九州から始まって、東海道に及んだものの、箱根を越えて、江戸に達することはなかったという文献が多い一方、江戸だけで10万人が死亡したという文献も存在するが、後者の死者数については課題で信憑性を欠くという説もある。1862年、文久2年には、残留していた、これら金により3回目の大流行が、発生。 56万人の患者が出た。この時も江戸には入らなかったという文献と、江戸だけでも7万3000人数十万人が死亡したという文献があるが、これも倒幕派が正常不安を煽って意図的に流した流言飛行だったと見るしかが多い。1858年、安政5年の流行は相次ぐ、異国船来航と関係し、これらは異国人がもたらした悪病であると信じられ、中部、 関東では、秩父の三宝神社や武蔵御嶽神社など、日本狼を剣族としつきもの落としの霊源を持つ、剣族信仰が交流した。剣族信仰の高まりは、つきもの落としの樹具として用いられる狼以外の需要を高め、捕殺の増加は、日本狼絶滅の一因になったとも、考えられている。これらが、空気感染しないこと、そして幕府は箱根その他の関所で、 旅人の動きを抑制することができたのが、江戸時代を通じて、その貿易を容易にした最大の要因と考えられている。事実1868年、明治元年に幕府が倒れ、明治政府が箱根の関所を廃止すると、その後は2から3年間隔で、数万人単位の患者を出す流行が続く。1879年、明治12年と1886年、 明治19年には死者が10万人の大台を超え、日本各地に非病院の設置が進んだ。1890年、明治23年には日本に寄港していたオスマン帝国の軍艦、エルトゥールル号の海軍上院の多くが、これらに見舞われた。また1895年、明治28年には、軍隊内で流行し、死者4万人を記録している。このような状況が改善され、 患者数も1万人を切って、これらの脅威が収まるのは1920年代になってからである。その後は、第二次世界大戦直後に、アジア各地から、福音兵や、引上げ者の帰国が始まると、彼らによって持ち込まれたこれらで、多数の死者を出した。これら患者が出ると、検疫のために40日間おきに、止め置かれる。この船を俗に、これら船と呼び、これは、 当時の俳句や川柳で夏の季語にもなるほどだった。1960年代頃まで使われていた。1977年、昭和52年には和歌山県下で感染経路不明のエルトール型の集団発生があったほか、海外からの帰国者が発病する、小発令が時折見られる。1978年、昭和53年以降、 神奈川県の鶴見川をはじめ、埼玉県や千葉県の河川水から、コレラ菌が検出される事例はあったが、発病者は生じていないという説もある。しかし、実際には、海外渡航歴のない人の国内感染事例が、年間、数事例から十事例報告されている。これらの中には、コレラ毒素 CT 酸性ビブリオコロレイ O1 汚染食品からの感染とされた事例がある。 また、2001年、平成13年6月から7月に、隅田川周辺に居住し、日常の煮滝をはじめ生活用水として、公園の身体障害者用トイレの水を利用し、隅田川で採れた亀を数人で調理して、食用としていた、路上生活者2名がこれらを発病し、2006年6月にも、路上生活者1名がこれらを発病した。いずれも、 感染経路は明確でないが、国内で感染したと推測されている。2007年、平成19年6月1日から施行された、改正感染症法においてこれらは3類、感染症に分類された、事実上の格下げ。この変更に伴って、検疫法の対象病原体から除外され、空港、港湾検疫所では、病原これらの検出そのものが行われなくなった。 これら菌の感染症の統計は、医師、医療機関のみに公開されている。これらという名前は、ヒポクラテスが唱えた四体液説の中の一要素である、黄色胆汁を意味する、コールに由来する。四体液説では、人間の体液を四元素説に対応した四種類、血液、粘液、黄色胆汁、黒色胆汁に分類したもので、黄色胆汁は四元素のうち、 火に対応した熱く乾いた成城を持つものと考えられていた。これらは当初、この成城に合致する熱帯地方の風土病だと考えられており、また米のギぎ汁様の下痢が単純の異常だと考えられたことから、この名がついた。日本では最初に発生した分生これらの時には明確な名前が付けられておらず、他の薬病との区別は不明瞭であった。 しかしこの流行の晩期には、オランダ商人から、コレラという病名であることが伝えられ、取らレツザしなどと字を当てたが、それまでの薬病とは違う高い死亡率、激しい症状から、鉄砲、未給、三日コレラなどとも呼ばれた。また、コロリと死んでしまうの連想から、コロリ、コロウタヌキなどの呼び名も広く用いられたが、これはコレラからの純粋な点火ではない。 浅田総博は、小料理公にて、小料理は、本と広告の俗語にて、卒頭の義を言いて、古より早く、病にし縮ることなり、元正換係に、うん、元六十二年の頃、江戸にて小料理という病流行り、と、コロリは、これらと来以前からの遁死の総称であることを記しており、斉藤月心は、造帝家系年表、安政六年で、とうと除くコロリというは、 トンシをさしてコロリとししたりという俗言に出て、文政2年理病を行われしより視界減り。しかるにせいように、これらという良しを思えば、おのずから通院なるもおかしと、コロリと、これらが混用されてしまっていることを指摘している。そのたた数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。